星空を常にどこに向けても追いかけるようになります。ラリーのこのテーブルをネジ2本緩めて取り外していただき、コンパスが指す N 北の方角に、このポラリエを向けます。いや懐かしいですね。皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今動画編集中なんですけど、まあ、突然なんだとちょっとびっくりされたかもしれないんですけどね、私ですね、星空撮影塾っていうこういう星空撮影の教科書的なものを出版してたんですよ。これ2018年に発売したやつなんですけど、これがですねなんと完売してしまいまして、まあ、おかげさまでたくさんの人に読んでいただいたみたいでありがとうございます。それで今困ったことにこれですね、 DVD がついてたんですよ。この DVD の中にこの赤道儀の機材の使い方とか画像処理テクニックスとかね、テクニックスだって画像処理テクニックとか、まあ、そういうのをデモンストレーションしてる DVD がついてたんですけど、この本はこの本実物はもうなくなってしまったんですけど、電子版で電子書籍でまだ購入ができるんですね。でその電子書籍にはその DVD がついてないっていうことでいくつか問い合わせをいただいておりまして、まあ、どうにかしてこの本についてる DVD だけでも手に入りませんかっていうですね相談がいくつか私のところに来てたんですよ。この本の出版元である双葉社さんと、それからこの本をですね編集してくれたナイスクさんっていう出版社がいるんですけど、そこの両者にですね相談をしまして、DVD の映像のみを手に入れることができました。でこの本についてたのは DVD だったので、もともとその DVD 画質で、すごく画質悪いんですよ。フルハイビジョンよりも下の画質なので、ですからちょっと見にくいっていう相談もあったので、今回改めてですねフルハイビジョンのサイズで動画をいただくことができました。まあ、それでもですねまだちょっと文字とかは見づらいな、不鮮明なところはあるんですけども、まあ、ないよりはいいなっていうふうに思いまして、このチャンネルでその動画を公開していいよっていうことになりましたので、このチャンネルを引き続きこう見てる方、もしくはこの本も持ってる方に関してはちょっとつまんない内容になっちゃうのかもしれないんですけど、ここはですねしばらくちょっとお付き合いをいただいて、この本の DVD に収録されている DVD の内容を公開していこうと思いますので、まあ、しばらくお付き合いいただければと思います。でこの星空、成沢博之の星空撮影塾で再生リストを作っときますから、この本に解説しているその動画のみを見たい人はその再生リストから見ていただけると嬉しいです。今日公開したいのはこのレッスン4、52ページにあるですね、星空を点で撮る赤道儀っていうところですね。この赤道儀の組み立て方法かなについて解説をしているところをお見せしたいなと思います。この3年前の私の映像ちょっと冒頭出てきましたけど、もうバリバリねメーカー営業時代の私なんですよ。だからもう喋り方が今みたいな感じじゃなくて、すごいねなんとか営業トークであることと、それから、まあ、当時勤めていたですね自社メーカーの商品の、解説がメインになってしまっているのですが、そこはご了承いただきたいなと思います。それでは長くなってしまいましたが、ここから星空撮影塾の、赤道儀の組み立て編ですね、どうぞご覧ください。はい、それではここでは私が実際使っている機材を使ってですね赤道儀の説明をしたいと思います。皆さん赤道儀ってすごく聞き慣れない言葉だと思うので、なんだろうって思うと思うんですけども、基本的には星空を追いかける
アイテムでございまして、この真ん中の赤道儀を使って説明すると、星空が反時計回り、北極星を中心に反時計回りに動くので、赤道儀は時計回りに動くんですね。時計回りにこういうふうに動いていきます。でこうすることで望遠鏡をこう向けた先ですねが、このように、星空を常にどこに向けても追いかけるようになります。こうすることで星空が点で撮れると、どうしてもシャッタースピードが星空を撮影する場合は長くなってしまうので、星空はシャッタースピードが長くなると星が線になってしまいます。それをこう追いかけて、点で撮るようにするというためのアイテムですね。でここに3つ並んでますけども、それぞれ上に載せる機材の大きさ、重さ、それが焦点距離によってどんどんこの下の部分の赤道儀も大型化していきます。右2本はこちらは天体望遠鏡が載ってます。こちらはカメラのレンズが載ってますという感じですね。でそれぞれですね、使い方、操作の仕方、どういうものなのかというのを、この、本編ではこう説明していきたいと思います。皆さんも、これを見て赤道儀ぜひ勉強してチャレンジしてみてください。はい、それではここでは星空雲台ポラリエという商品を使って赤道儀の説明をしたいと思います。こちらにある2点の商品、こちらが星空雲台ポラリエ、ビクセンの星空雲台ポラリエという商品です。こっちにあるのが通常の星空雲台ポラリエ、耐荷重が2キロになります。こちらのものが、耐荷重5キロのフルサイズ対応になった星空雲台ポラリエになります。このこちらはポラリエに、ここにあるマルチ雲台ベースっていうものと、ここにあるスライド雲台プレートっていうのを追加して、こういう耐荷重がアップするっていう強化アイテムがあるんですね。こっちがフルサイズ対応になります。使い方はどちらも同じですので、ここからはこっちのベーシックなタイプの星空雲台ポラリエを使って赤道儀の使い方、簡単にご紹介していこうと思います。赤道儀の組み立て方をお伝えしたいと思います。まずこちら、三脚がございますけれども、最初に注意いただきたいのが、通常皆さん昼間の撮影をするときっていうのは三脚の高さ、アイレベル、この目線の高さまで上げる方がほとんどだと思うんですね。なんですが星空の撮影の場合は上を向けるっていうことと、それから、高く設定するとそれだけブレやすくなってしまうので、基本的に低く三脚を設定します。なのでウエストレベルが基本だと思ってください。でまず、こちら、通常の3ウェイ運動ですね、こことここのパーンボを持ってこう自由に動かせるようになってますが、通常使いやすいと思うのでこういうふうにやるんですけど、上を向けるときこれぶつかるんですね。なので星空を撮影するときはこの向きを反対にしてですね、こういうふうにセッティングするというふうにしてください。それではここからポラリエをつけていきます。こちら星空のポラリエですね、下の部分にですね、これまあクイックシューがあるので、このように取り付けて、クイックシューがない三脚でも直接取り付けていただいて大丈夫です。はい、次にここのテーブルですね、星空雲台ポラリエのこのテーブルをこのネジ2本緩めて取り外していただき、でここに自由雲台を取り付けますが、ここにですね、後ろにですねこういうボタンがあって、これを押すとネジが出るようになってます。でこれ押したままこの自由台をこのように取り付けてください。はい。そしてポラリエにつけます。ここもネジ2本をこう、締めてしっかりと固定してください。これネジ2本かよって思うんですけど、実際ちゃんと、110度っていう噛む、しっかりと噛む方角でネジが作られてますので、ここは緩まないようにしっかりと固定をしてください。次にカメラを取り付けます。この自由台の先にカメラを取り付けます。私の場合ですと、こういうですね、アルカスイス規格の、クランプをつけてます。こっちに L 字のブラケットをつけてます。こうすることでこう縦横の構図が取りやすくなるんですけども、これがなくても通常通り自由台の先につけちゃって大丈夫です。はい、これで組み立ては完了ですね。ポラリエの先に必要なのはこの自由台ですが、
まあ、なるべくこういうふうに大きめのやつを使った方がいいです。その方が丈夫で、それから高さが出るので、いろんな部分、その機材との干渉が防げます。また、構図がこう取りやすいので通常の自由台がおすすめですよという感じですね。はい、以上で、これでポラリエの組み立ては完了しました。はい、それでは次は、北極星の入れ方をお伝えしたいと思います。この赤道儀星空雲台ポラリエなんですけども、地球の回転軸、星空が動いてますが、地球の回転軸の近くに北極星があって、この北極星に合わせることによって、この赤道儀と北極星が向かい合わせになって地球と同じ動きをしてくれるという仕組みになっています。で、これを赤道儀を北極星の方向に向けなければいけないんですが、コンパスやスマートフォンを使ってまず北の方角がどっちなのかなっていうのを調べてください。で、その先に北極星を見つけたら、ここに覗き穴があります。ここを覗いて北極星をこのように入れてください。で、ここから見て大体で北極星が見えてたら、それで、この赤道儀のセッティングは終了になります。あとはこれは、このポラリエは赤道儀は北極星の方向を向いたままで、カメラは自由に好きな方向を向けていただいて大丈夫です。で、ここのポラリエの、北極星の覗き穴、これが小さくてちょっと見づらいなっていう方に関しては、ポラリエの裏蓋を外して、このテーブルごとカメラを外すと、こういうふうに大きい穴が出てきます。ですので、この大きい穴と小さい穴をこう交互に見ながら北極星を入れるようにしてみてください。大きい穴の方が見やすいと思います。で、これで北極星が、入れられたら、カメラをこのように取り付けて、セッティングするというふうにやってみてください。北極星の位置がわからない人とか、あとは、星空写真を撮るときによくあるのが、北だけ山で北極星が隠れている、北だけ曇っていて北極星が見えないということがよくあります。そういう時に、必要なのがこちらの星空、ポーラメーターというアイテムですね。これがあると、北極星がわからない、北極星の位置が見えないという場合でも、赤道儀をセッティングすることができます。使い方はまず、北極星の角度にします。これがですね、傾斜計がついてまして、北極星の高さ北緯と言いますが、だいたい関東は34度ぐらいになります。これ地域によって若干違ってきます。で、だいたい34度に合わせたら、これをポラリエのアクセサリー周に差し込みます。で、ここに水準器がついてますので、この気泡がちょうど真ん中に来るような感じで、水平を取ってください。そうすると、これが北極星の角度になるわけですね。今北極星の角度に合わせた状態になってます。で、ここからコンパスが指す N、 北の方角に、このポラリエを向けます。で、N の方角で、合わせたら、これでだいたい北極星の方向を向いたことになるんですね。もうちょっと精度を上げるテクニックがあります。それが、磁気変革といって、実際その北極星が指しているこの今北っていうのは、実際のその北極星がある真北とはちょっとずれてるんですね。これが磁気変革、磁気偏差と言います。で、これを合わせるとさらに精度が上がるんですが、関東の場合ですと東に7度ずれています。なので、この N0 に合わせた状態ですね、北には北極星にこの磁北に合っている状態から7度東にずらすと、これが完全に真北、北極星の方角に合わせたことになります。まあ、このようにセッティングをすれば、北極星が見えなくても、北極星が、分からなくても、その赤道儀をセッティングすることができるようになります。はい、いかがでしたでしょうか。ういういしいですね。今よりちょっとぽっちゃりしてる感じしましたね。肌はでもだいぶ綺麗だな。寝不足がこの後続きますからね。なんかこうやって昔の映像残ってるのはちょっと私としても嬉しいなと思いましたし、今回この映像届いてですね、改めて、まあ、奥さんと2人でちょっと見たりして、うわ懐かしいとか思ってですね、当時はやってなかった動画の撮影制作っていうのも自分も今
やってる立場になったので、なんかそういう意味でもね結構参考になったなっていう感じがしますね。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。